はいどうも、妖怪三国志クイントリオズ今回もやっていきます。招待ね、友達招待キャンペーンありがとう。新規復帰ね、これ今ちょっとねかなりお得なんで、特に復帰の人ね、ログインだけでも5周年を前にやってほしいですね。これ新規だけど復帰こっちか、これね、私はガッポガッポ復帰された人すごいね。スタミナ100個ずつもらえるんだよ。超ガシャチケット10連チケットもらえるし、羨ましい。はい、よろしかったらねコメント欄か私のコミュニティのねコメント欄にあるので、そこでねよろしかったらご協力ください。新規の方はねもうありがとう、3人やってくれたんで、あとは新規の人はね他の方をツイッターとかから探してやってください。で新規もねほとんど同じだね。で今回はね、もう宝珠が1300となくなってきたんですが、いやいや心配いらねえよということで、俺ずっと都市対抗棒だと思ってたんだけど、寿対抗棒だね。コメントで教えてもらったんだけど、寿対抗棒都市対抗棒ってなんだよね。なんかほんと都市対抗野球みたいだなとねずっと思ってたんですけど、寿対抗棒ね、はい、こちらゲットね、まあ宝珠使ってねガシャ回していきたいと思います。一応ねずっともうツイッターとかで、ツイッターじゃねえや、動画とか出してるんですけど、もうすぐね5周年直前キャンペーンが来てるんですが、もうすぐね1月11日から5周年で、それにね伴いツイッターの方でねリツイートキャンペーンやってます。でそれがね1月21日までなんだけど、あれ23だったっけ、ごめん。でそう、こういうところにはないんだけど、それがね達成すると、まあ達成するっていうか毎年ねそれで1000宝珠くれるんですよ。でもしかしたら 4.5 周年みたいに追加100リツイートごとに45宝珠とかもらえて、 4.5 周年の時は1350宝珠ぐらいもらえたのかな、うん、ってのがあって、そうそう。であとはね今5周年に向けて毎日超ガシャチケット配布とか、あとねこのクイズ大会4問っていうのがあるんで、例年通りだとここでね宝珠ね480宝珠くれるんですよ。だからまあ大体1500宝珠で、あとね公式放送当日リツイートとかね、あとね公式放送視聴ミッションとかねあるので、であとはね今このミッションで福コインゲットできるんですよ毎日。なんでこれ毎日福コインこれ10宝珠最低もらえるんで、20だからまあだから2000宝珠ぐらいもらえるんじゃないのっていうねまだまだその5周年までに2000宝珠、あで5000、5周、ちょっと1000宝珠はの配布はちょっと1月11日でもらえるか分かんないですけど、まあでも今後2000宝珠ぐらいもらえる見込みがあるので、もう増し宝珠今足りない人もねない人も、もうどんどん来いよって感じですよね。あと明日福コインももらえますし、3枚ね。これが15宝珠相当か。はい。まあもちろんね、他の通常のデイリーミッションとかもあるので、まあ多分、今後2000宝珠ぐらいね、こういうね、シュービンゴもあれば、デイリーミッションもね、こうやって20あるし、シュービンゴだけじゃなくて、月ビンゴもね、月ビンゴ福コイン5個か、午後25、25宝珠、月ビンゴしょぼいな、はい、なんて、今後ね、まあ、まだあと2000宝珠ぐらいは、無料でもね、ゲットできるチャンスあると思うので、使っちゃうぜってことで、寿対抗棒ね、ずっと都市対抗棒って言ってたから、なんか言いづらいな、はい、これゲットしていきましょう。無課金サバカの方はね、なんかすごい、ゲットできて、結構ね、国取りとか、私の YouTube の方のコメントでもね、始めましたっていう人が何人もいてね、結構嬉しいですね。はい。回していきましょう。チケットで、あ、チケットは最後にしようか。行きましょう。チケットで確定ゲットしていきましょうか。で、これね、多分、6回やるのに、1200と1000、
1440でいいのかな、うん、いると思うんですけど、あ、違うか、240、1440か、1480かな。あー、ダメだったな。なんかね、1回だけね、転生じゃあね、小生虹カップが4つ出たことがあって、なんかそれに集約されちゃったかな。はい、まあなんかね、ギュッとすれば60連やったら小生6体転生1体みたいな、なんかそんな感じ。無課金サバーカーの方は転生2体出たんだけど、転生2体小生7体だったかな。こっちの方はやっぱり運の良くないアカウントなので小生6体ぐらいだな。さあこれで確定です。で、多分今回はフェスガチャチケット使えたんですけど、多分今後フェスガチャチケット使えるか分かんないのでね。そう、無課金サバカの方はそうなんだよな。フェスガチャチケットが48枚も余ってたんだよ。ちょっとずるいよな。そう、もともとログインしかしないアカウントだったから、なんか配布したチケット溜まってたんだな。うわっと、そうかのは。あれ、これパワーアップしたんだっけ。あれ、どうだったんだっけ、ちょっと忘れちゃいましたね。あ、そうか。行くよ。嬉しい。あ、そうか。あと、アーマータイプだけだな。ということでね、都市太鼓部じゃなくて、ことぶき太鼓部。なんでこれ、中からことぶきの方の振り仮名振ってくんないんでしょうか。ことぶき太鼓部をゲットしました。豪華な食事が必要だということで、タイでも釣りに行くか。太鼓部。ということで、太鼓部。隣のポカポカ誰だったっけ。ことぶき太鼓部をゲットしました。いいね。あ、そうか、ゲットできたんでかいな。はい、というわけで60連回したんですけどね、ちょっと時間はのらりくらりと。まあまあまあ、ほんと60連やるとさっき見たけどね、小生6体以上ね、さっき見たサブアカの方は7-72だった。で、ここのアカウント6-1かな、うん、という感じで、ご来光ボーイもねゲットできたし、めでたしめでたしという感じでしたね。経験値 50% もいいね。で、ことぶき太鼓もね、いいよね。本当は限界突破したかったけど、まあいいか、施設ダメージ40もあるから、国取りでも使えるし、お払い打ち消し強打全部来たって感じ。そんでバトル開始、超覚打ち消しガード、もうこれももうなんつうの、文句のつけようがない。これ出しちゃって5周年の妖怪どうすんのっていうね、なんかそんな感じの妖怪ですね。妖精も本当コンビとしてね、火の打ちどころがないので、ナタだっけね、課金の割にどうなのっていう感じはあるけど、ナタはね、なんか500だけ絆もらいましたね。で、あと本当はベンシちゃん欲しかったけどね、これすり抜けちゃったんですよ。なんでまあちょっともう一回60連してすり抜けたら嫌なので、もうちょっとやんないですけどね。これもこれはこっちは小生なんでね、うん、超強いキャラ来たけど3秒2つくすねる、50で66、16だから8秒超召喚、2つくすねるってやっぱすごいみたいなんで、使い、やだ、いいね、使ってみたかったね、2つくすねるね。くすねるいいよね、なんだっけ、転生ジバニャンサンタ使ってて、ほんとくすねるっていいなって思いますよね、なんか。2つくすねれたら確かに結構良さそうだなっていうね、超覚打ち消しガード、完成できるもんね。なんでこれはゲットしたかったな。これはね、両アカウントもゲットできませんでした。はい、ということで、多分アーソーカのはパワーアップ妖怪かな、この前パワーアップ妖怪かもしれないけどね、宇宙召喚封印、技封印打ち消してね。まあね、国取りでは一時代を築いたけど、あんまり防衛で見なくなったかな。どうでしょう、まあ、開幕お守りがあるんでね、はい、イベントでいろいろ活躍する場面はあるんじゃないかな。命中アップもあるしね。あれ、本当にパワーアップ妖怪じゃなかったっけ。ちょっともう忘れたな、いつだったっけ、忘れちゃったよ。もうリンクなんかないか、ここに。一部妖怪群馬神パワーアップ、ここかな。いや、もっと前だよね、この前の11月の公式放送だな。これサンタだしな。はい、ちょっとわかんない、
この前の公式放送のあのパワーアップっすよ。あれこれかな、ベニマルと、あそうか、あよかった、パワーアップしてましたね。なんで限界突破するといいみたいなんで、限界突破した方がいいか。はい、パワーアップしてるんで、限界突破するとお守りを受けた時自分の陽気ゲージアップ。なるほどね。はい、限界突破4、5しなきゃいけないけど、はい、一応パワーアップしてね、妖怪ということで、はい、めでたくパワーアップ妖怪ゲットできましたと。はい、じゃあ今回こんな感じしましょうという感じでね。はい、今ねすごいログインボーナスもいいし、お年玉コインもねどんどんもらえますんで、はい、ぜひね、もう本当超馬車チケットもありがてえ、ぜひね5周年前に始めるといろいろログインボーナスの面も含めてね、はい、いいんじゃないかなと思います。なんかあんまりねリセマラってなんか妖怪三国志ってできないみたいなんで、なので、あの1、そうだな、だから1000工事配布の時でいいのかな、リセマラできるとしたらね。はい、なんでそんな感じです。展示紙も今回紅白コインでゲットできたしね、本当になんか、はい、古いユーザーとしてはなんかバタン Q も、去年のご来光ボーイも、冬にはもうゲットできたし、なんか本当いいことづくめでありがたいという感じでございますね。はい、なんでもうすぐ5周年楽しん、宝珠なくなってきましたが楽しんでいきましょう。はい、じゃあ今回こんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、ことぶき対抗棒でこれでスゴロクでちょっと良くなったな。ことぶき対抗棒は力ナンバーワンなのかな、あんなにすごいのに、さらに力も、あ、ナンバー2がブオに負けた。まあでもすごいよね、ことぶき対抗棒ね。はい、説明欄もありますね。全然釣れないようです。それではまた会いしましょう。さようなら。あっという間に宝珠なくなるね。